カハ島のハタカハとは、かつて、イスラエルに存在した、極右政党。創設者はメールカハネ。1970年代初期に創設された。カハとは、ヘブライ語で、従って、それゆえに、お意味し、イスラエル建国前に存在した、武装組織、エツェルが採用していた標語、それゆえのみから取られている。カハトのロゴのグラフィティヒ比ダヤ人から、 イスラエル市民権を剥奪する法、ユダヤ人と非ユダヤ人の婚姻や性的交渉を禁ずる法など、人種差別的な法案を提出するなどしており、過激な心情を持っていた。1980年の国会選挙に初出馬したが、議席を獲得することはできなかった。しかし、1984年の国会選挙で、カハ党は一議席を獲得、メールカハネは、 国会議員に当選した。しかし、1985年に反人種主義法が設立。過ハ党の国瀬戸での立場は徐々に苦しいものとなり、1988年の総選挙では3から6議席にまで躍進するとの世論調査もあったが、その前に中央選管は過ハ党を人種差別的、反民主主義的政党であるとして、選挙への立候補を禁止した。 結果として、カハトウは、議会から締め出され、議席は消滅した。その後もイスラエル国内やアメリカ合衆国などで、活動を続けていたが、1990年にカハネは、エジプト人、エルサイードのサイルに暗殺された。その後カハネの息子であるビニャミンゼーブ・カハネが、カハトウを、カハネハイと改名し、組織を率いたが、2000年にビニャミンもまた、パレスチナ人に暗殺された。 カハネは正しいと書かれた落書きカハを呼びカハネハイはカハネ親子の暗殺により組織としては消滅した。しかしイスラエル国内では未だにカハネ主義や大イスラエル主義などに代表される極右思想に対する根強い支持があるとされクネセト内でも右翼的な議員が数多く活動しておりイスラエル原生権内にも多数の右翼議員がいる。また 入職者など、個人レベルでのパレスチナ人や左翼系ユダヤ人への暴力行為や嫌がらせなどは今もなお耐えることがない。過激な人々の心の中では、カハネは生きているのである。ありがとうございます。